こんばんは今帰ってきましたごめんね遅くなって <coughs> 1コメさんと一ギフトさんが来ますごめん こんばんばは石込さん、日傘のタッキーさんありがとうございます。はっしろはっさん、タコありがとう。ほりちゃんさん、ハートありがとう。すずかさん、ち度はありがとう。こんばんは。はっしろはっさん、ち度はありがとう。ただいま。きずなさんもち度はありがとう。こんばんは。 遅くなりましたーちょっと一ギフトさんかくね一ギフトさん808さんありがとうございますこんばんはーごめんね 水さんアイスクリームありがとうちょっと今日学校の後にレッスン行って病院に行って用事して帰ってきたんですよで今今今帰ってきたのでごめん遅くなっちゃったそれでは自己紹介しますで生生中学2年生14歳のリツンこと岡村です是非気になった方はフォローよろしくお願いしますコメントも待ってます ハチラハチさんボールスケイモンさんバラありがとうそうツイッターもねギリギリ間に合ってはいブログも載りました皆さんスイりさんクッキーありがとうそうブログも載ったのでぜひ見てくださいテイクソクにせいさんさんクッキーありがとうみんなぜひチャレンジのところから無料でクッキーがもらえるのでリオに投げてください 園城さんいつだわありがとう水日さんレインスターありがとうモアメは届いたちょっとテロップ書くねよしモアメは届いたかな 届いたおっおっけーしんごさん行ったわありがとうそうなんですよお待たせいたしました <laughs> そう今日はレッスンで汗をかいた後にジビカに行ってその後用事もして帰ってきたま来ましたテイク速233 あーハートなめちゃんありがとう。どこの焼肉屋さん言わない。<laughs> 言わない。秘密。コネパパさん、ボールありがとう。そう、これパーカーパーカーなのかな上着なんですよ。そう、上着です。 いいあんなにライス食べれるのかと思ってびっくりしたうんうん <laughs> あれのちょっと食べた <laughs> あれ全部一人で食べるわけじゃない牛タンいいなそう牛タン食べてきた美味しかったマシュマロありがとうレインコートうん上着だよただの上着 <laughs> ただの上着でーす先生りおしかったうん美味しかった、うん なんかこの間昨日か昨日お仕事にダウンを着ていって <laughs> ダウンジャケットを着ていってからめっちゃ季節外れの人みたいになっとって恥ずかしかったからちょっと今日はちゃんと薄めの上着にした「ムーサンさんクッキーありがとう」そうなんですよ <laughs> そう。シャカシャカです。これ。聞こえるシャカシャカ。シャカシャカ。さよなちゃん,さん、サレーモスターありがとう。レッスン汗かいたかな。うん、めっちゃかいた。そう。リオン、リオンちはね、シャカシャカの上着って呼びよるよ。あ、今日サンキューの日だよね。サンキュー。みんないつもサンキュー。喉の,の調子はどう?。 うーんいい日も悪い日もあるって感じかなそうで今日もねあの耳鼻科にさっき行ってきたんですけど今日もカメラを入れられて <laughs> バリーさんとモルモモルモルさんクッキーありがとうそうでもねまだ炎症あるねって言われたそうで耳も検査したんだけどなんか中耳炎かもしれん理よ バリーさんレイモンスターありがとううん中次円かもしれんイェイリオツンは瀬戸内レモンテリタマ知ってるよね昨日から販売されたから瀬戸内レモンテリタマなんだそれマックマックかなエリオさんマックさ全然いかんのんよそう <laughs> たまにしかいかんくてなんか結構ね なんかリオは期間限定とかあんまり食べない人なんですよ。そうだから食べないのだから月見バーガーとかも食べたことないの。リウヤさんいつたはありがとう。信長さんいつたはありがとう。カメラ慣れた？慣れないたいもん。<laughs> そうでもさ他のさそのハンバーガー屋さんとかポテト屋さん だとロッテリアとかモスバーガーとかあのー、なんだっけモスバーガーとかバーガーキングとかも好きですマイキーもシャカシャカって言ってるやった一緒シャカシャカ上着あ無事にリカワア六周年昼夜カメコで入れることになりましたすごいおめでとうえ今日そ当選が出たのかな リオを取るために亀戸跡に来てくれるのなわけないかテイクソークに千里沙さん,さんハートなめちゃんありがとう聴覚には問題なし聴覚耳耳もダメそうなんですよ問題あり レモンタルタルえ絶対おいしいじゃんハッピーセット頼むリオ可愛くて好きそういつもリオはね絶対ハッピーセットないよもうハッピーセット以外頼んだことないもんリオうん多分人生でハッピーセット以外頼んだことはございませんマックはポテトしかねマックのポテト好き安定の照り焼きマックバーガー美味しそう照り焼きかはしらはじさんクッキーバリーさんマシュマロありがとう 今回のは食べた方がいいえー、そうなんじゃバリーさんマシュマロありがとうそうなんですよあんまりね期間限定とかも食べないのでハシしゃハッっしレインモンスターありがとうもうもちろんりょうつんとまいちゃんを取るためですああ <laughs> なんかごまかしてるひさしーレインモンスターありがとうギョロンパンさんクッキーありがとうもうね でもなんか外食よりもやっぱりマーナのご飯しか勝たんもうなんかその外食もあ美おいしいなーってなるんだけどマーナのごはんは「おい <laughs> しい」ってなるんよわ <laughs> かるこの違い「お」ってなるそうで今リオンがマーナのご飯で食べたいのは唐揚げと豚汁とえっと キーマカレーとイーグルと茄子のすっぱ煮ともう全部食べたいあとスパゲッティサラダも食べたいしなんかあのひじきとかも食べたいしうんオムライスも食べたいしもう全部食べたいちらし寿司も食べたいし白菜スープも食べたいし でさマーナはさ味噌汁が苦手なんよ。<laughs> 味噌汁が苦手だからいや今はそんなことないんだけど昔味噌汁 <laughs> なんか岡村家みんなに「味噌汁おいしくない?」って言われてでなんかマーナは味噌汁が唯一苦手でなんか昔はその1回の味噌汁に。 あの味噌あるじゃんこの,この味噌をね一パックぐらい全部入れるんよ一気に一気に1パックぐらい全部入れて <laughs> めっちゃね味噌なんよでなんかそうでなんかそのなんか理由を理由を突い止めたよなんでこんなに美味しくないのかなんでこんなにマーナの味噌汁は美味しくないのか理由を突い止めたら 味噌をさ使いすぎじゃん味噌をさ使いすぎじゃけんさそう今は全然美味しいんだけど <laughs> ビッグマックない食べたことないそうなんかマーナはねそもそも味噌汁はね作らんかったけよく分からんかったらしいうんだからさリオさ最近全然料理してないからしたいな卵焼き作りたい コウジさんクッキーありがとうそうなんですよやすビダーナさんとニおンとさんレインボースターありがとうそう本当にマーナのご飯をみんなに食べてほしいぐらいなんですよそうそうそういうイベントがあってもいいぐらいマーナマーナレストランみたいな <laughs> ケンデさんクッキーバリーさんハートなめちゃんありがとうイーグルって何まあイーグルはイーグルですよ <laughs> <laughs> ちょっと話すとね長くなるのでそうパーナはねハンバーグが天才的に美味しいんですよだけどマーナはハンバーグが苦手 <laughs> いやマーナはハンバーグとお味噌汁のこの2つだけが苦手なんですよそれ以外はもう美味しいけどそうなんですよテイク t o に千里さんさん「レモスターありがとう」そうそうパーナの手料理は最近食べた食べてないな そうなんですよね。で、モーナは <laughs> 禁止卵が得意なんですよ。あのそうめんとかに入れる禁止。卵が得意 <laughs>。とにかく綺麗なんよ。モーナの禁止。卵はでなんか切るじゃんか。菌糸卵すっごい。細かく切るんよ。そうめっちゃ細かく切って細いんよ。すごい。そう、もうめっちゃ味噌よね。今考えたらもう塩分やばすぎじゃない。 やばいよねそう一パックぐらい使ってたらしいなりちゃんさんマシュマロ正隆さん言ったわありがとうそうりょうつの大好きな味噌汁の具は油揚げと豆腐そうでなんかマーラは ね自分で味見をしながら何か味が変だと思ってどん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 味噌を追加していったらもう1パックぐらい使い切ってで結局美味しくなくなるっていう事態になりましたフォローありがとうそうなんですよあ五51分だちょっと告白してスクショして團もうケンチゃんさんレンボスターありがとうチリチリミキアさんクッキーありがとう」嬉しい。 そうでもねかなり昔の話だから今は全然味噌汁美味しいよ五郎さんクッキーありがとうかわいいクッキー冷やし中華ね冷やし中華フィルツグさん野球のボールありがとうりお豆腐好きうん好きだよなんかねダイエットの時はお豆腐食べてるいつもお豆腐に鰹節かけて醤油醤油だっけポン酢あれ 醤油かけるけんちゃんさんクッキーありがとうりょうつは料理まずい時まずいって言えるえなんか <laughs> うーんなんかマーナにだけは言うよマーナ以外の人にはみんあのねおいしいって言うけどマーナにだけはうんちょっと何々が足りないかなとかちょっと何々が濃いなとかちょっとあんまりっていう時はあるけど。 マーナ以外はみんな美味しいよっていう <laughs> いや本当に美味しいけどねそうマーナに聞かれるんやいつも美味しいって聞かれて美味しい時はめっちゃ美味しいよって言ってであんまりな時はふーんみたいなひろつぐさん焼きネボーありがとうゆずきちさんマシュマロまゆかみスティさんたこありがとうそうなんか例えばこの間作ったのとどっちがいいみたいな聞かれるそう ノートさんレインボースターメイカミステープさんレインボースターありがとうフォローありがとうウ也さん焼けのボールありがとうウ也さんハートもありがとうくるくる豆腐食べれないのえ食べれないのなんでそうなんですよこれ全部ミルクフェドですこれもミルクフェド全部ミルクフェドこれはねなんでフードをかぶってるかって言ったらね ちょっとレッスンで汗をかいてなんか上の毛がこっとをフンってなって赤ちゃんの毛がすっごい立ってるからそれを隠すためにかぶってるんですよ待ってよし初見のひなこさん歌唱力が方可愛くて気になって見に来ましたはじめましてまた見に来るねありがとうございます ありがとうございます。エステーゼ研究生、中学2年生14歳のヨつツンこと岡村竜です。ぜひ気になったらフォローよろしくお願いします。初見のナッツンさんもレモンボスター、ありがとうございます。ぜひ気になったらフォローお願いします。マイク・ムスティーブさん、イチタワーありがとう、たくさん。コンデパパさんもイチタワーありがとう。フォローありがとうございます。キズキチさん、野球のボールありがとう。 りつも一度ああずみにずみ汁あずみ汁食べさせてもらうといいよそうなのみんな食べたことあるあずみ汁って何男の子みたいフードかぶってたらまあねりおつん料理配信やったことあるあるよなんかマンゴープリン作ったことあるし卵焼きも作ったことあるしある待ってもう55分やばいやばいあとお月見の団子も作ったよね懐かしいわ お月見のお団子も作ったよしあとバレンタインのやつも作ったえっとはい ママシュマロありがとうはいこちら瀬戸内アイドルフェスティバルが開催されることになりました3月24日金曜日再来週ですはい会場は広島県間違えた広島駅南口地下広場でありますマイクセイブさんだるまよボ坊さんクッキーありがとう時間は17時50分から18時20分ですメンバーはスタジオとしてリオ出ます アルフォートちゃんさんクッキーありがとうそしてスタジオとしては初めてみちさんと同じステージに立てて嬉しいですぜひ皆さん平日の金曜日ですが会いに来てくださったら嬉しいですそしてこれはこれは何て読むんでしょうか「たか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 なんとかのたかねたかねたかねのなでしこ全国お招きツアー2023」 ファーストトリップに出演させていただきますタラちゃんさんマシュマロありがとう高根のなでしこさんああそしてこちら5月6日土曜日です会場広島ライブバンキッシュであります時間は1部と2部あって1部がオープン14時スタート14時半2部がオープン17時スタート17時半になってます会いに来てねそして コアラささんクッキーありががとう ST48 開催されますこちら3月26日日曜日幕張メッセのワンホールでありますこちらは CD の帯裏に記載されるシリアルナンバーが必要となっております是非皆さん見に来てください STU48 祭りかな s t 4 8祭 まだもう五時七分、はい。そしてチーム対抗ボーリング大会もあります。こちら六月六日土曜日、場所は秘密らしいです。広島県ね。えっと当選数は各メンバー四名ですね。皆さんよろしくお願いします。うん、初見のなっつんさんクッキーありがとう、何時目ます。十三位、十四位だっけ、あれ十四位から？十三位からか。十三位リオジルを飲みたいさん、ありがとうございます。 十二位ナポリンさんありがとうございます。十一位ナナシさんありがとうございます。十0位トランイトドさんありがとうございます。やばい声が。九位マッハさんありがとうございます。八位鈴香さんありがとうございます。七位だすびダーナさんありがとうございます。六位ディノットさんありがとうございます。五位クマネポポさんありがとうございます。四位ゆずきちさんありがとうございます。 サイン808さんありがとうございます2テイクストック2023さんありがとうございますそして1位はドゥルルル,ルパンバリーさんありがとうございます黄金皇帝さんクッキーありがとうありがとうごめんねバタバタしててすいませんうわー リーさんありがとうございます明日はねやっと普通の配信ができると思います1870名の方見に来てくださってありがとうございましたありがとうバタバタしてごめんなさいツイッターも載せたのでチェックよろしくお願いしますそしてえっとブログも載ったのでよろしくお願いしますあと TikTok も見てね1日に10回は見てください 早口でお届けしました。ごちそうさま。ありがとう。それでは皆様、明日も頑張りましょう。ショートみたいじゃない。明日も頑張ろうね。明日花金だよ。頑張ろう。それでは、バイツーン。ショートみたい。ほら、ありがとう。